はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。バイオハザードビレッジ、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の動画なんですけど、ちょっと前回の動画の終わりに、ちょっとアイテム取ってないとこ、あさりに行こうかなと思ったら、ちょっと手違いがありまして、またね、2回目の扇風機男に襲われまして、またね、ちょっと逃げたらね、ここに来たんですよ。ここ、後ろ扇風機男いる、まあもういなくなっちゃったんですけど、いたんですけど、そしたらね、なんだろう、元に戻れないとこが出てきちゃって、アイテム取ってないのに。で、なので、このまま進んでいます。申し訳ございません。だから、ここからちょっとスタートということで、まあ、特にね、これでいて、なんか、すごいことがあったとかないので、まあ、そこはご安心ください。何が安心なのか分かんないんですけどね。じゃ早速やっていきます。で、まずアイテム、ガンパウダー。スクラップビー、ショットガンの素材ですね。ショットガンとか他のものかな。で、ここでね、外出るんですよね。で、見渡すとエレベーターがあり。で、これを押すとね、まあ、エレベーター来るんですけど、なぜかあの人も来るという、この人。ここで実はあれなんですよ。いらっしゃい。きっと新しい発見がありますぞ。地下4階に行くんですけど、ここ実はあそこと通じるんです。ここのスタート地点、ここね。こっから来て、前回の動画から奥からね。で、ここに模型があるんですよね。ここにボール入れるとこ。だこれね、ボール見つからなかったんだよな、結局な。悔しいな。ね、ちょっと残念ですね。多分ね、行ってないところのね、行けなくなっちゃった場所のね、どこかにあるかと思ったんですけど、もう無理。なので、この先、B3 から行きます。迂闊だったなぁ。なんかね、アイテム配ってよくないですね。行った場所も悪かったけど。で、このエリアはなんか、特にアイテムないけども、この先か。こうか。なんか取ってないアイテムがあるな、ここに。マップ見ると、赤い印、水色の印なんですけど、アイテム取った後だと水色。で、アイテムまたあるよって言うと赤色で消費されるんですけど、ここまたなんかあるな、このエリア。こうね、たまにね、上にね、キラキラしてね、撃てるとこあるんですよ。撃つとね、落っこちてきて、多分、なんだろう、売るとお金になるアイテムが出てくるんですけどね。それかもしれない。あった、これだ。スクラップビーだった。ここにあったのガンパウダーとスクラップビーだったんだな。そしてここで終わって、このはしご登ります。こっから今回の本編ですね。先に進むことになります。さあ、こっからちょっとね、予備知識ないんでね。ゆっくり行きましょうか。先は長そうだ。あれ見てください、あの例のドリル男、もう量産されてます。なんかね、怖いな。こんなに来たちょっと立ち向かえるか無理だな。負けちゃうな。相手にならないな、ね。さあ、ここで、ああ、なるほど。一応、このまま、膝に悪いから、飛び降りちゃうとね、膝に良くないんで、端を使っていきましょう。あそこ、相手ボックス。あの仲間。懐中電灯ないから、ね、ちょっと暗いんですよね。こっち行った方がいい。ここはないな。行き止まりだな。横だ。待って。ああ、行けるじゃん。なんか行けるよ。どっち行った方がいいかな。ハイゼンブルクの工場行っちゃうから、この奥行こうか。ヤンダにとって俺たちはただの子供。ただの子供。愛情なんて持っちゃいない。これっぽっちも。あいつには人間的な感情なんてない。必ず殺してやる。もうすごく。恨みなんだな。内輪揉めなんて知るか。確かに。だったらローズ巻き込むなって感じですよね。いわゆる、まあ言っちゃうとね。まあ、ハイゼンブルクは、もう自分のこう、憎しみが全て。だから別にミランダのね、この思惑には全然関係ないって感じですよね。あれ？これ何これ？あ、いいのか。なんかね、いけないぞ。
右、こっからか、こっから先にうねうねしてんのか。ね、だから、ハイゼンベルクはミランダと、ミランダ打倒のために手段を選ばないって感じですね。だからイーサンも利用して何とかしようとしてんだけど、イーサンはそれは良くないと。なんでじゃあローズを巻き込むということですよね。なんか言うじゃん、敵は。お、掘ってるのか。あ、しゃがまない、しゃがそこ、なんだ今のパターン。裏まれてるよ。ちょっと距離離す。また。ここ。頭が出ない。怖いな。なんだ今のパターン崩しは。敵バレてないと思ってたのにな。ハロー。ヘッド狙うよ。あ、実は聞こえちゃった。ヘッド狙うよ。こうか。なんか目から外れた。無理に頭狙わなくてもいいんです。当たれば。とりあえずね。あ、ここ、ん？後ろに来たか。これクイックターンって、あ、やっぱできないか。クイックターンができると思ったけどできないんだよな。あれバイオ3かな、昔の。はクイックターンができたんですけど、プレス、バイオ2とかね。できないですね、そこまでは。あ、ハーブだ。ここいいアイテムあるんじゃないの。パイプ爆弾があるってことは、ちょっと使わなきゃいけないじゃないかな、これ。ボスとかそこら辺になってくのかな。クイックターンができると結構きついな。ハロー。まだアイテム、まだどっか、あ、この流れか、一角にまだアイテムあるってことか。またハンドバーにしようか。待って、光ってる。これしゃがめた、一人狙って、あ、サイカライフ狙うか。どこで止まる、どこで止まる。ここか、ここか、ここか。もったいな。なんかいいし、もったいない気がしてきた。二人か。全然当たんないよ。おい、そこ、そこ、なんかもったいないな、弾が。すごくもったいない気がする。どん余るのかな。まあ結構節約したいところだけども、まあでも、あれだよな、なんだっけ、ショットガンとかの方、節約したいですよね。ボス戦に向かって。なんだこれ。キーピック。キーピックはたまにね、引き出しとかにね、簡単な鍵がかかってるっていうメッセージが出るんですよ。その時に使うアイテム。で、数に限りがある、全部開けられるのかな？全部、キーピック拾えば、全部の、その簡単な鍵？諦めることがわかんないですけど、一応ね、なるべく拾っときたい。キーピックは。ちょっと待って、ハンドガンないな。あ、ハンドガンじゃない、ハンドガン弾がないな。こうか。クラフトするか。あった、間違えた。まだあるよね。ハンドガン、強化をしたので、まだね、使える。全然いけるはず。普通の敵に関してはね、
中ボスとかそこら辺だったらちょっと分かんないけど、あのドリオとかそういうちょっと大きめ、ちょっと大きいキャラに対してはちょっとやっぱショットガン取っときたいなっていう感じですよね。アイテムないな。いや、アイテムを探すのが目的じゃないんでね、一応ね。はい、とりあえず進むか。ここで終わりか。お前はな、左にあるな。これ暗くて分かんないよ。こっちはアイテムなさそう。あー、なんかやっぱ取り逃しあんな、アイテム。まあ、いっか。行きましょう。わかんないなぁ。あの間で、アイテム取り逃しがあったっぽいんですけど、どこか全然わかんないや。ね、アイテムあると大体マークがつくんですよ。光ったりとかね。ここ、なんか、これ、取るよ、取れよっていうマークがね。一切なかったよなぁ。これ何？いけないじゃん。左？あ、こっちか。これ戻ってきてんじゃない？もしかして。あ、いいんだ、いいんだ、進めんだ。これ進めんだ。これが一応工場内かな？もう工場だけど。さあ、大丈夫かな？あの、ドリュー男たちが来なければ全然 OK ですけど。またいたよ。あれ、ここ戻ってきてんな。あれ？あ、戻ってきてる。なんてことだ。なんかビビりすぎたかな。そう、やっぱ戻ってるわ。ダメだ。じゃあついでにアイテム漁るか。ここ降りるでしょ。どこで間違えたんだ。意味がわかんないな。ここまで来るでしょ。なんか変だなと思ったんですけど、やっぱ変だったな。で、ここでまっすぐ行って、でもアイテムないなぁ。ないよなぁ。上に行けないのかしら。行く手段が特になし。昇降機があるな。昇降機じゃないか。全然違うわ。ここなんか行けるな。お邪魔します。あ、じゃあこの先にあるのかな、アイテム。ちょっと待てよ。いいか。見つからなかった。結局見つからなかった。ここは何？これははしごで降りるしかないのね。お、なんか爆弾で壊せるとこある。パイプ爆弾、パイプ爆弾、パイプ爆弾装備下がって、うん、おうわよし。なんかお宝あるかい。あ、いっぱいあるじゃん、なんか。槍、クォーツ、結晶の塊。なんかみんな売れる、売るアイテムだな。まあ、あの、回復薬とかたま買えますからね、ショップで。まあ、全然、あった方が全然いいんですけどね。どうせでハンドガンがいいな。すぐその場で使えるアイテムね。良かったな。マップは奥に行けんな。どこだ、ここは。大丈夫これ。ここ新エリアかな。お、トロトロ、アイテムトロ、ガンパウダー。あそこにアイテムあるな。怖えな。これない？あった。ああ、ショットガン生成のやつだ。作るやつだ。あれ？よいしょ。スナイパーライフル弾。いいね。
なるべくこのスナイパーライフとかね、キープしときたいですね、弾をね、ショットガンとか。もうなんだろう。お、え、なにこれ、新型か。お、新型かい。いや、本当だよ。すみません、なんかやべえ、飛んでくる。あ、やばい、あ、終わった。落ち着いて、これ、回れたよね、これな。回れない、回れない、回れない、回れない。前から行って、挟まれたのか。これかわせない。うわー、一回逃げる。なになになに、レーザー。お、あ、突っ込んでくる。なんかもうほぼロボットじゃんこれ。強っ。飛ぶし。これスナイパーライフで狙ってる場合じゃないな、これ。どうしよう。でも弾固執する。スコープ覗いてる暇ないな。やばいなこれ。ショットガンか。そしたらショットガンの確実か。ショットガンならスコープ覗く暇が省けるけど、まあ、しょうがないですよね。スナイパーでやってみようかな。こう登ると来るよね。やべえな。来た。おきれいに。新型か。当たらない。こう。難しいな、スコープ登ると。わあ、塞いでる、塞いでる。めっちゃ塞いでる。はい、逃げるか。ちゃんと塞いでるもんな。ここか。うわ、また。なんか来るぞ、すごい来るぞ。待てい。後がない。塞ぐな、胸を塞ぐな。後ろだ。待った、これまずくないか。ショットガンするか。振りかぶって瞬間。浮いて、そのまま投げ払うのか。よっ。これやばい。硬いな、しかも硬い。あー、爆破する。やばいってば。ほっ、当たらない。エイム下手すぎ。ちょっと、よし、ほっ、これ変えて、よっ、倒れろ。もう一回ショットか。近づいたところ、ほっ、あ、当たってない。こう、待てチャンス見る。そうだ。お、ダメだ、大丈夫だ。よっ、撃てない。難しい。なんてことだ、なんてやつだ。だショットガンとスナイパーライフ組み替えばいいのね。隙ができたショットガン、あのスナイパーナイフで撃てば、ショットガンの弾を節約できるんじゃないかと。いきなりスナイパー難しいわ。怖くて震えるわ。だからショットガンでまず狙い定めよう。あんまり後ろ下がりすぎるよくないから、ここでちょっと始末したい。急い。あ、塞いでる。そこだ。また、それはまずい。移動しながら逃げよう。ここかな。飛んできた。挟まれた。こいつここでやってるか。ほっ、見せろ。あ、見せない。あ、やばい、待った、ガードだ。これは無理だろう。挟めて。後ろにも後ろにもいる。動かない。いや、2体いる。前に2体いるか。ちょっと待って、飛んでったな。ほっ、そこしゃがめない。ここかな。よっ、うわ、厳しいなぁ。しゃがまれっとダメだなぁ。なんてやつだ。やべ、倒せね。倒せなかったか。まずいなぁ。狙いが悪いんだよなぁ。それ分かってるんですよ。分かっているんですけど、なかなか当たんない。行くか。
なんかでも、なんとかやるしかないんだけどね。一発かもしれない。絶対焦ってる。下手くそだな。これしゃがんでおきてどういう時なんだろう。そこ。そこ。ちらっと見えてますけど。おお、また挟めた。また。また挟めてる。そこが、そこへ抜けるか。よし。その隙を狙うしかないな。で、ちょっとまた。この子だ、まだダメージ低い。おっと、なんだ、この人は。あ、でも、それでも当たんな。あ。ほんと助けよ。また、ちょっと待って、一回逃げる。そこ。あ、でも押し返せんだな。ガードしてでも、なんとか。これで。また、嘘です、嘘です、嘘です。ごめんなさい、嘘です。無理でした。振りかぶれ。投げ合いで、いかいで。なんか狙ってる、狙ってる、なんか狙ってる。なんか狙ってから逃げよう。あ、やばい、これやばい。ここまで来るのか。登る？登ってどうする登ってどうするというね。あ、でも来なかった。でももう終わったわけじゃないんだよな。当たり。まだ飛べないの。そこ当たってねえじゃん。あれ、当たってないんだ、当たらないんだ、あれ。ここ、開け、どけて胸を。そうだ。こうか。押しのけることができるな、ショットガン抜けてる。ここで、こ、また。きつ。これ終わりか。うわぁ、ボロボロだ。これ難しい。これだけで結構時間かかったな。いやー大変だこれは。この先どうなっちゃうの。さあ回復しないかな。よし。はい、ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。いや、最後もボロボロでしたね。下手くそすぎて、もう何もいいです。はい、また次回やっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。